チュニドラ、ストーブリーグ氏にならず、球界の話題がよそに独占されている模様。ストーブリーグの覇者とは何だったのか、失望したよ本当。安倍がイカれすぎてるだけ定期。安倍見てると心なしか立浪が成長してるように見えてくるの草。どうせすぐ帰り咲く。ほぼ安倍のせいだろ、こんなん勝てるわけないやん。オフシーズンの王者って何だったの？楽天にも負けるしクソ雑魚じゃん。そろそろオフシーズン終わるけど、今回はあんまり目立たなかったな。そらそうよ、もはやチュニドラはネタ球団ではない。 A クラス狙える恐竜や翔さん丸刈りにしたのに、割とマジで誰も興味なくなってきてるよな。だって巨人がおかしくなってるなんてパファンも興味あるからな。巨人には勝てんわ。楽天にも巨人にも負けるとか悔しくないんか？これじゃシーズン順位は巨人に勝っちゃうみたいじゃん。楽天に勝てないのは仕方ないとして、ソフトバンク巨人にすら勝てないとは。話題のない1月に燃料投入する阿部監督はさすが球界の名手。打線も先発も見た目は悪くないからいけるぞ。ただ巨人の場合は阿部がそう言ってるだけでまだ実行してないからな。ロッテ佐々木が独占なら日本球界全体で送り出してやれよ。阿部に勝てる気しないわ。なんだあの昭和のお立つ並みでも平成を感じる時あるのに。ご視聴ありがとうございました。